堀正夫は、日本のヤクザ、指定暴力団、住吉会五代目、総裁、住吉一家五代目、総長、中里一家四代目、総長。お役者性の異名を持つ。大正14年、長崎県佐世保市で生まれた。二代目住吉一家高輪、伊沢五菓子元、伊手六蔵親分との縁で、土星入り、その命で、兄弟分の後藤元春は、 千葉県柏市に行き、馬橋一家を襲名し、堀正雄は千葉県野田市に行き、中里一家の後目を継いだと言われている。昭和25年の戦後、芝市座などの工業主として、東北一園を巡業した。昭和42年、住吉一家四代目、石上義光から五代目襲名の指名を受け、解散した、住吉会を引き寄せ、住吉連合を結成し、 代表に就任した。昭和47年、稲川会、国域会、東和会、講和会、議人党、住吉会、松葉会、に立会、総愛会が参加して、クト系暴力団の親睦団体、関東20日会が結成された。昭和57年、組織の刷新を断行し組織名を、住吉連合会に改め会長に就任した。昭和58年、 東京都池袋で、住吉連合会11代目公平一家池田会と、敵屋警暴力団、極東、関口三浦連合会とが、抗争事件を起こした。堀正夫と、松山真一とが会談し、和解が成立した。これを機に、幕ト警暴力団と敵屋警暴力団との親睦を、図っていく機運が生まれた。昭和63年。 組織改革により住吉連合会総裁に就任。武力ではなく人間性で組織を築いた。平成2年10月、観光編で死去。去年65。現代ぶっこ者、時点1988から 1990p562。出典は、山平主劇、役座大全、その知られざる実体現当者、現当者、アウトロー文庫。 1999年、ISBN4 から877288260の P326。ありがとうございます。